前回手に入れたレッドウィップを見ていきましょう。レベル1のスキルがノーダメージファイヤー 50%、 それからレベル30で2ターン有効魔法防御力ダウンというのがあります。30まで上げるのはちょっと大変そうですね。はい、じゃあインフォメーション見てみましょう。はい、こいつもプロフィールありませんでした。残念ですね。はい、ではオプションですかね。オプション、プレゼントコード入力。はい、ダウンロード開始キャンペーンとしてツイッターで特別にコードが配布されてました。入れてみましょう。 OK、 何がもらえるんでしょうか。はい、プレゼントが送信されました。メッセージを確認してくださいと。はい、メッセージ見てみましょう。運営からのプレゼント、以下のプレゼント、エナジー5個もらっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。それ以外にログインボーナスなどまた全部もらっちゃいます。かなりお金とエナジーが貯まりました。はい、ということで3の4をやっていきましょう。バトル開始。レッドウィップもうちょっと使ってあげようということで入れておきました。本当はアメリパクトの方がいいんですけどね。乱闘は激しく、すぐには収まりそうもない。俺たちは神を探している。喧騒に割り込むようにそう声をかけた時のことだった。土器をはらむトカゲと獣たちの瞳が向けられた。だがそれに臆してはならない。力を貸してもらえないかしら。だが投げかけた言葉は虚空を漂った。さあ、獣ヒーラーと獣ウォーリアーが出てきたと。さてどう。はい、獣ウォーリアーは切りつけ横一と横挟みカウンター、これは気をつけましょう。このヒーラーからやっつけますかね。それにしてもちょっと難しいか。ちょいと難しいね、挟むの。左からじゃあやっつけようかな。こんな感じでどうかな。よいしょ。サードだ。よし。で次右に行けばいいかな。おお、ヒールやるとはやるじゃないですか。それから切りつけ横。はい、切りつけ横関係ないと。じゃあ今度は角にいるやつがちょっと不安なんで上に持っていきましょう。こんな感じでどうだ。さあ、アイスハサミが発生すれば周りのヒーラーもやっつけてくれる。ヒールだけじゃ怖くないね。よし、ここはいい体勢にしつつ、いい体勢っていうのがどんな体勢かわかんないが、しつつ次のバトル5の4の2を迎えると。はい、まあ、角にいると角のやつを真ん中に持ってきて挟むの難しいから、真ん中に持ってきておいた方がいいかなという気がします。でも敵の配置によって動かされたりすることもありますね。まずヒーラーは無視して、お、こいつ初めての敵だな。これ見てみましょう。獣アーチャー、放ち矢クロス1。どういう技だろうね、これ。まあ、こいつらからまずやっつけるか。槍、こう動かして、じゃあアーチャーを両方挟む感じでいきましょう。よいしょ。あ、やばい。あ、失敗した。お、ファイヤー発生した。さあ、どうせ。一匹残っちゃったね。これはちょっとまずい。ヒールされちゃった。放ち矢クロス。周囲全部攻撃なんだね。これは気をつけないといけない。ヒール以外の、ヒールしてあげよう。こんな感じでいいかな。やっつけられなかった。
またじゃあヒールされちゃう。うわぁ、ちゃ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 。余裕でやっつけられるかと思ったんだけど、甘かったね。まずい。ヒーラーはちょっと厄介だね。簡単に。いまいちだな。アイスハサミが発生すれば別に余裕で叩ける。そして周りもやっつけない。まあ、相手のヒーラーは弱いからほっといても別に。ヒーラーに挟まれてもヒーラーには攻撃されない。感じでどうだ。ヒーラーを発生させながらやっつける。ファイヤー、メガレンサー。あ、P 含んじゃったね。もったいない。一匹倒すのに、ヒーラー一匹倒すのにこんなに強力な技を使わなくても。さあバトルさん、さあ獣ナイト、獣ナイトは横挟みカウンターがあるんだ。これは気をつけないといけないね。ということはヒーラーがやばい可能性があるから、ヒーラー以外をやるか。ヒーラーが横挟みやると横挟みカウンター食らうから、上の段じゃなくて下の段からまずやっつける方向でいきますね。どうだ、どうだ。倒しきれないとカウンターを食らっちゃうからね。さあよし。さあ、でもこれで、相手がどう出てくるかが怖い。ここまではいいとして、ああ、突き刺したてで、済むならまだよし。ヒーラーは守る方向で行きましょう。なので、レッドウィップを犠牲にする。はい。で、倒しきれないと、カウンターを食らう。さあ、ああ、倒せない。よかった。でも全員端っこに来ちゃったから配置は良くない。かな。さあ、4面、バラバラだね。まずは、厄介なヒーラーをやっつけないと、復活されてしまう。まあ、相手の獣アーチャーはそんなに強くないんで、この獣、ホリアの横挟みカウンターを注意と。さあ誰からやっつけるか難しいね。ヒーラーからやっつけたい。ヒーラーからやっつけたいが、その他がうまくいかないな。とりあえず、いや、P も連携に挟むのもったいないしな。難しいね。ヒーラー。じゃあ上のヒーラーからやっつけようかな。やっつけきれるかどうか。難しい。ちょっと待てよ。上のヒーラーからやっつけようか。まあ、とりあえず難しいことは考えずに上のヒーラーからやっつけに行こうかな。どうなるか。よし。その後攻撃を一気に食らうのがきつい。クロス。あ、食らわなかった。よし。さあ、切りつけ横。あ、これは大丈夫だ。切りつけ横。大丈夫。同じやクロス。これがヒーラーが食らってしまう。相手のヒーラーからまずやっつけたいんだが、やっつけることができるか。上のやつは攻撃されない。じゃあヒーラーから。突き横あるしな。難しいな。ちょっと待てよ。まあ、いいか。ヒーラーからやっつけてみよう。よし。あ、P 発生しちゃった。ちょっともったいないね。でもアイスハサミが発生すれば周りのやつがやっつけてくれる。ああ。悪くないね。メガスピア、どこ？あ、上も挟んだ。そうそう。意図せず縦のハサミも発生していた。あららら、一気にやっつけちゃったが、
切りつけ横大丈夫、また P が発生した、切りつけ横が発生したがこれは大丈夫、まあそれはほっといていいだろう、とりあえずはこいつを、おっとおっとおっと、いろいろ見せてるぞ、いろいろ見せて、あ、しまったしまった、切りつけ横うぜえ、話はクロス、あ、全員回復させつつやっつけたいんだけど、なかなかそうもいかないかな、回復させつつ、アーチャーが死にそうだね、アーチャーを回復させるか、そうね、それも難しいな、ちょっと待てよ、やばい、アーチャー回復させようと思ったら失敗した、ちゃっ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 ちゃ、難しいな、回復をメインに置くか敵をやっつけることをメインに置くか、敵こいつを回復させつつだから、連携にヒーラーを含み、あいつを挟むと、こんな感じかな、これでどうだ、あ、また P が発生しちゃった。まあ、いいか。ヒールが発生するなら悪くない。うつやっつけて、ヒール。よし。また食らっちまった。回復させつつ、2ターン猶予があるから、回復させつつ、敵を叩く。というのがいろいろ難しいな。普通に挟んで終わりにしよう。さあ5の5がどうなるか、これ体勢は悪くないと思うんだが、配置は悪くないと思うんだが、これでどんなやつが出てくるか、この5じゃない4の5か、うわー多い多い、真ん中に挟まれて、これどんだけいるんだ敵は、ちょっと待てよ、じゃん、獣ウォーリアーとこいつは獣ナイト。こいつは縦。獣ウォーリアが横。獣ナイトが、槍を持ってるやつが縦。獣ウォーリアが横。ヒーラーがここにいて、ハサミカウンターも暗い。まずヒーラーをやっつけたいね。ヒーラー2匹いる。それはもう十分挟んでいるから、やっつけられそうだが。一体どうなってんだ、これ。どうなって、一回ぐるっと回ってここを挟みつつ、あ、でもここ挟むと挟みカウンター食らっちゃうね、そうだよね、横挟みカウンター食らっちゃうね、しかしそれでも挟んでやっつけた方がいい気がするな、でどっからやっつけるか、ヒーラー、敵のヒーラーからやっつけたい、相手の位置がこれが突き飛ばし盾、難しいねこれ、くるっと一回回ってとりあえずヒーラーを救う方向に行ってみたいんだが、間に合うか、あーやっつけられなかった、うわーやっつけられないという、ハサミカウンター食らっちゃう、わー逆にこれ死んじゃうな、うわー大丈夫、これでヒールが発生すればやっつけろ、よしヒールが発生した、相手のヒーラーやっつけ、あー横ハサミ、くーきつい、これはきつい。あ、でもまたヒールが発生する。よし。これを挟みつつ、スキルアタック、で、ヒールが発生するから、助かるかな。でも次のターン、相当食らうから。どうだ。突き刺したて。おー、大丈夫。突き刺したて。大丈夫。こいつのヒールが、周りに。いやー、厄介だね。ヒーラーをまずやっつけないと。あ、でもパワードポイントが、使えるから、パワードポイントが使えるから、これで一気に一網打尽にできないかな、どっか。そうね、横挟みカウンター食らうと思うけど、アイス挟みとか、なんかいい手はないか。こういって、ヒーラー助ける方向にはいけないかな、いけないかな。ぐるっと相手のところから出てくる、いや難しいな、こう出て
下挟むか普通に、うん、このまま行くかこのまま行くかこのまま行くとあのナイトが浮いてるからな、ちょっともったいないね。じゃあちょっと頑張って、ちょっと頑張ってファイヤーにここに来てもらい、これでどうだ、やっつけられないか、おお殺した、よし。そしてここで連携が発生する、ヒールメガレンサーアタック、よし、ここやっつけた。これ向こうのヒーラーが残ってることなんだよね。大丈夫、切りつけ横、大丈夫、切りつけ横、切りつけ横、耐えた、切りつけ横、切りつけ横耐えた、縦ハサミアタック切った、大丈夫、ナイト強いな、ヒール回復、よし、これでやっつけられそうなところまでは来ているな。よし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 、ここ挟むし、こんな感じでいいんじゃねえか、よしやっつけ、よし、ファイヤー来た、ファイヤー来た、ファイヤー来た、よし、とどめのファイヤー、役に立った。それからここはメガスピア、メガヒールアタックで、これやりすぎ、一匹相手にやりすぎ、あ、でも結構 HP 高いね。またファイヤー発生した。また挟まれたか、大丈夫か、パワードポイント発生した。これは上から挟めばそれでいいでしょう。どうだ、よしよし、どうだ、倒しきれないか、ファイヤーファイヤー、ほい、縦挟みカウンター、うわー、そんなん食らうだ、きつい、きついな、きついな。わ、まさかバルが死ぬことはないと思うけど。よし、ナイスアイスハサミ。スキルブーストやったー、オッケー。わー、挟まれた。ナイト死ぬか。耐えた。耐えた、耐えたが、耐えたが、縦ハサミカウンター食らうと死にそうだな。まあ、このままで良さそうだけど、パワードポイントを生かす。よし、これで全滅させられるでしょう。どうだ、よし、強い強い、ヒール、メガスピア、これ4の5だからこれで余裕勝ちだね。よし、よし、クリアー。ちょっと手間取ったけど、レベルアップ、バルがレベルアップ、アーチャーもレベルアップ、スキルブーストいいね、 0.4% になってる、いいじゃん、獲得ポイント多いね。アイテム、約束の爪、槍の振動、剣の新鉄、おっと、獣ナイトが手に入った。新しいの買おうと思ったんだけど、獣ナイトか、強かったらこっちの方を使おうかな。よし、じゃあちょっとメインの方見に行こう。キャラクターリスト。獣ナイト。強さは31、23、12。弱い。メガスピア 50% っていうだけだな。31、12、23。普通のナイトは ?41。獣ナイトを使う理由はないな。さあ、じゃあ、またいつものごとく。酒場に行って、出会い。前回友情の契約やったんで、今回また真実の契約で SS クラスゲットを狙う。行くぞ。はい、真実の語りに心を動かされた者がいた。さあ、来い。アイリーン、なんか良さそうだよ。強そう。これは可愛いから使ってあげないと。来た、クラスは A クラスね。はい。さあ、ちょっと見てみましょう。キャラクターリスト。アイリーン。魔法、子守唄、周囲に 100%。レベル1で解放。3ターン有効、眠りを誘う歌。いや、使ってみたいな。使ってみたいな。これは、しかし攻撃力はないけど、相手を攻撃させないっていうことができるのかな。
難しいねこれ。まあでもちょっと入れてみたい、入れてみたい。もちろん入れる候補はチームはチーム編成はどこだ、ここか、ここか、よし。もちろんレッドウィップの代わりにアイリーンです。これで果たして HP が695あるからまあなんとかなるでしょう。でも眠りしか発生しないってことは攻撃力としてはカウントできないってことだね。これで3の5のボスマップ行くっていうのはちょっと辛いかもしれない。まあ行きましょう。はい、バル、ヒーラー、ナイト、アーチャー、ピッツファー、アイリーンで行きましょう。望むならば力を見せろ。おー、さあ3の5です。さあ最初から強そうな組み合わせだ。あれ、これ見たことあったかな、これは。これトカゲウォーリアー強そうだね。切りつけ横、切りつけ横、横横、トカゲウォーリアー、トカゲナイト、トカゲヒーラー、獣ヒーラー、獣ナイト、獣とトカゲが両方出てきたってことか。さあどっから挟むかが難しいが、まあバルに頑張ってもらいましょうか。いきなりあっち突っ込んで大丈夫か。系がないときついね。これどうだ。はい、サーサミで。おお、やっつけられた。これで隣もやっつけてくれれば楽なんだが、そこまではいかないか。ヒールしちゃうよね。ヒールしちゃうよね。ヒールしちゃうよね。突き刺したて大丈夫。突き刺したて大丈夫。切りつけ横大丈夫。奇跡的に全部かわしていると。ここを挟んで、ここを挟んで、どうしましょうか。ぐるっと回って、ぐるっと回って、ここを挟むか。眠りっていうのも見てみたいしね。2回ぐるっと回って、こうでどうだ。さあ、発生したか。眠り 100% だもんね。100%。あ、でも、眠りが発生する前に終わっちゃったか。眠りが見たかったのになぁ。こうやっつけられる。あと、ヒーラーと、獣ナイトだけ。ヒーローは関係ない。ちょっと眠りが見てみたいよね。なので、眠りの連携が見てみたい。その前に子守歌周囲に、その前にやっつけちゃうからスキルアタック見れずに終わる。眠りがどんな効果なのかが見てみたい。叩いちゃうんだよね。あえて叩かずに、ちょっとこの辺で、あえて叩かずに、連鎖させずに、あえて連鎖させずにずらして、眠りが見たい。殺しきらずに眠りを見る。あ、殺しきっちゃった。眠りが見たいのに。アイリーンまだ活躍せず。獣アーチャー、トカゲアーチャー、トカゲウィザード。ウィザード、これは確か、ダークネス。ダークネス盾に、これは気をつけよう。こいつは、こいつはアイス盾にだって。ということは横からまずはこの厄介なやつをやっつけよう。横からまずは厄介なやつをやっつけるから、これをこっちに持ってくるか。アイリーンも、もう眠りも見たいしな。ちょっと待って、なかなか発生しないから見れないんだけど。守歌周囲に、周囲にまずに守り歌やった。守り歌ミス。あ、眠った眠った、右下のやつが眠った。
つけられるスキルアタックヒール、よし回復した。切り飛ばし横に、突き飛ばし縦に、危ない。ダークネス縦に、あいつはカウンター回復しちゃうからな。眠りがな、眠りが発生してくれれば嬉しいんだが、なかなかそうはいかないかな。回復させつつさらに挟む、そしてさらに眠りが発生してほしいという。どうく眠りこい、こもりたこい、眠れ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 。瞬間発生したかな。さあ眠りこい。メガネス、これやっつけられれば、やっつけられれば回復されない。ああ、カウンター回復。切り飛ばし横に、うわーこれが痛い。うわー死んだ、一発で死んだぞ今。すっごい攻撃力、やばい。ヒーラーの横に行きやがった。これはヒーラー死んじゃうから、ヒーラーは助けないといけないね。ヒーラー助けつつ自分で挟むっていう感じだね。そろそろあれやっつけられるだろう。どうだ、ヒーラー助けつつ、どうだ、ヒーラー助けつつ自分は回復。これやっつけられないと辛い。硬いなぁ。眠りが発生しないし、アイスハサミも発生しない。カウンター回復、これがきつい。切り飛ばし横に、きつい。突き飛ばし縦に、危ない。おぉ、すごい強いなぁ、す
ごい強いな。突き飛ばしたてやってくるからまたやられちゃうんだよね。で、カウンター回復やられるから、まずは右下のやつからやっつけた方がいい。そうすると、で、回復しつつやっつけたい。回復しつつやっつけたいから、違う、こうか。これどうだ？アイスアーサー来た。よし、これならやっつけられるでしょう。そろそろ落とせる。アイス。さあ、来い。まだ無理か。まだ無理なんか。カウンター回復、つえ。切り飛ばし横にで死んじゃう。きつい、突き飛ばし縦に死ぬ。うわぁ、きつい。まだ殺せないんか。辛いなぁ。しかも回復ができない。そろそろやれるだろうって思うんだけど、やれないんだなぁ。こいつで挟むのはやばいってことだな、じゃあ。じゃあ、こっちで挟む。やっぱこっちの、物理攻撃力があるやつで挟まないとダメなんか。そろそろいけるだろう。さあ、スキル、ミスな。うわぁ、まだダメか。切り飛ばしに死ぬ、死んだー。やばい、ピッツファーが死んだ。ピッツファー死んでると、ほぼ負けゲームだぞ。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。回復させながら、お、パワードポイント、パワードポイント。これを含めながらやればなんとかなるが、まず左下のやつをやっつけたい。厳しいな、左下のやつをやっつけたいが、下のやつをやっつけたいか、やっつけたいか、そうもいかないね、これ。よし。こう。難しいな。P を含めつつ、P を含めつつ左下のやつ。いやでも左下ももうやっつけられるでしょう。問題は回復できないところだ。回復。できないってことなんだよね。そう、バルが回復できないと終わってしまう。左下をやっつけつつバル回復。無理だな、無理だな、無理だな。とりあえずバル回復にしようか。カウンター絶対食らうな。うわ、難しいな。自分も回復したい。やつは横だから眠り、アイリーンに犠牲になってもらうか。ちょっと待てよ、アイリーンに犠牲になってもらおう。あ、ダメだ、失敗した。くー、切り飛ばしようか。切り飛ばし縦、切り飛ばし突き飛ばし縦。よし、相手の攻撃を読んでいればまずなんとかなる。ちょっと待てよ、回復しつつ挟むことができるか、回復しつつ挟むことができるか。やっつけたいのはこっちなんだよな。でもこれ一回避けてれば、とりあえずいい体勢になるまで避けてればいいんじゃないかっていう気がちょっとしてきた。突き飛ばし、切り飛ばし横と突き飛ばし縦しかやってこないでしょ。一回ちょっと避けてみる。避けるだけやってみる。これそうだよね。突き飛ばし、そうだよね。じゃあこれをやっつけつつ、こいつは切り飛ばしたって、こっちは縦。まあでもこれもう挟むしかない。これやっつけよう。ヒールで。よし、これ死んだでしょ。よし、一匹やっつけた。こいつが切り飛ばし縦をやってくる。切り飛ばし縦をやってくる。よし、突き飛ばし縦か。なんで、常に横から挟むようにしておけばとりあえず問題ないんじゃないかと思ったんだが、そうはさせてくれないと。突き飛ばし縦をやってくるから、縦は避ける、縦は一回避ける。そうだね。で、相手が変なとこ行ったところで横から挟むというのを繰り返せばなんとかなるでしょう。こいつとこいつで挟みたい。ってこうか。こうだ。よし。これ常に横から挟むを繰り返す。カウンター回復が毎回あるから、これ倒しきるの相当大変だな。倒しきるの相当大変だな、これ。
あ、まずい、まずい、まずい。これだとあんまり攻撃食らえられないですからね。常にバルト、スキルブーストした、突き飛ばしたで食らわない。常に横から挟むように、常に横から挟むようにすれば全然問題ない。強いと思っていたが、実は、毎回横から挟んでいれば、カウンター回復が来るからな。これやっつけるのいつになるんだ。ちょっと待て。そう、まあ、食らわない、死なないことはできる、死なないっつうことはできるんだが、やっつけることができないかもしれない。これ攻撃力が足りない。相手がカウンター回復を毎回やられると倒せない可能性がある。1回連鎖でどれだけ与えたやつよりも多く回復されると。カウンターはでも 100% ではないのかな。カウンター回復でも 100% っぽいな。パーセント書いてない。これはちょっと不利な体勢だから、ちょっとどっか出ておく。この辺に横から挟むように。よし、いいね。よし、常に4人で挟みつつ徐々に削る。眠りが一回かかってくれればな。これカウンター回復するから全然無理だな。これ可能性あるんかな。これいやー、ピッツファーが死んだ時点でなんか終わってるな。相手のカウンター回復も必ず発生するってわけでもないから、回復するな。全然無理だな。これどうすればいいんだ、どうすればいいんだ。毎回4連鎖で与えるんだが、削り切るとこまではいかない。カウンター回復すげえ。ちょっと待てよ、無理だなこれ。何時間やったらいけるんだろう。パワード、パワード。さあこれでいけるだろう。まだか。カウンターがよく、くー、くそー、くそ野郎、くそ野郎だな。本当にくそ野郎だ。よし、今度こそどうだ。さあ来い。まだ足りんか。眠りが全くやん、クンタタン。アイリーンのせいだ。またカウンター回復、回復いつまでやるんだ。くそ。そろそろ来い、メガスピア。来い、連鎖攻撃アタック。まだ足りんか。くそ、突き飛ばしたって。カウンター来なかったってことはこれでやれるはず、これでやれるはず。P を含めて、 P を含めて、これでどうだ。よし、行くだろう。いや、めちゃくちゃ強かった。リセットしたくなるぐらい強かったね。全然レベル上がらなかったね。やっぱ下手くそだったからダメなのかな。おっと、 C クラス、トカゲウォリアが手に入った。これは結構強いんじゃない？入れてもいい感じがする。プライドをかけた戦い、勝者が敗者の戦いの仲間として受け入れ、彼らには血の契約が結ばれる。神への道しるべを知りたいんだが。なら、誘いの塔に行くがいい。誘いの塔、そこに神が行けばわかる。随分な言いようだ。俺たちにとっちゃ禁忌の場所なんだ。なら、これ以上は聞いても無駄かな。当面の行き先は決まったようだと。しかし、無策というわけにはいかない。周囲を見渡した。トカゲに獣に人。ここは旅する者たちが集う人種のルツボ。俺たちには仲間が必要だ。力を示す以外に彼らと手を組む方法はないか。こういう方法があるよ。そう答えた誰かが一枚の紙片を取り出した。誓ってもらうのさ。
それは契約書だった。意思を、目的を、そして夢を互いに共有し共生するという誓い。そこにサインした者は上も下もなく仲間となる。言葉にするだけじゃカッコつかない時もある。こうして形にすることで決意が生まれるのさ。ヒント&チップス。ハンティングゾーンについて、ジョブチェンジに必要なアイテムやコイン獲得のための特別なクエストが日替わりで出現します。火曜日プリン出現、水曜日プリコ更新、木曜日パペットショー、金曜日時間でプリン、プリコ、パペットが切り替わる。土曜日マネマネ参上、日曜日マネマネ参上。はあ、なるほど。闘技場みたいなのも発生するってことか。スタミナとエナジー手に入れました。あ、ここか。ハンティングゾーン、マネマネ参上っていうところだね。はい、今度行ってみましょう。ということで、今回は長くなりましたんで、この辺で。ではまた。